サッカーファンの皆さん、こんにちは。今日の舞台となるアルベイトスタジアムでは、試合開始を待つサポーターのボルテージが徐々に高まってきています。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。上に進めるのは4チームだけです。 FIFA ワールドカップ準々決勝のこの一戦、クロアチアがブラジルと対戦します。ベスト8ともなると残ったのはさすがといったチームばかりですね。準決勝への進出をかけた戦いはますます面白くなりそうです。クロアチアのスターティングメンバーを見ていきましょう。ゴールキーパーはリバコビッチ、コバチッチとモドリッチが中盤の真ん中、そしてトップはクラマリッチです。このチームは容赦ないプレスで相手を思い通り動かせないことで知られています。今日もいつも通りでしょうか？そうですね、変わらないでしょう。両チーム体力が重要になりますが、相手にとって特に重要なのはプレスに対して冷静さを保つことですね。押し切られないように注意が必要です。試合開始です。マテオ・コバチッチ、マルセロ・ブロゾビッチ、ボールはモドリッチへ、パシャリッチ、危険なスルーパスでしたがキーパーが好判断。ハフィーニャ、ルーカス・パケタ、ハフィーニャ、これはナイスインターセプト、うまく読んでいました。福西さん、モドリッチの特徴を教えてください。この人はボールの扱いに長けていますからね。球際の勝負でも滅多に取られることはありません。今日も華麗なテクニックを見せてくれるんじゃないでしょうか。ルーカス・パケタ、ビニシウス、さあリードできるか。ここで取り返しました。チャンスになりそうです。止めた。キーパーが驚異的な反応を見せゴールを許しません。いやー、今のは入っていてもおかしくないですよね。キーパーのスーパーセーブでした。ショートコーナーです。プレスがかかりました。ソサ、コバチッチに渡った。モドリッチ、危ない位置でしたがタックルでチームを救います。ネイマール、ルカ・モドリッチ、モドリッチ、ドリブルでボールを運びます。ボールと人がうまく連動しています。ボールを失いました。プレッシャーをかけられます。フレッジ、ルーカス・パケタ、
ルーカス・パケタ、ネイマール、さあどうだ、最後はキーパーが処理します。ブロゾビッチ、さあグバルディオールへ、このパスはカットされました。フレッジ、チアゴシューバに渡った、ダニーロ、ここでホイッスル、アルベイトスタジアムでの前半戦が終了です。キックオフで後半開始、ブラジルボールで始まります。ここでインターセプト、サポートの選手がいます。パケタ、カゼミーロに戻します。ボールを奪い返しました。クラマリッチ、ディフェンス陣のうまい連携で攻撃を止めます。ポゼッションを見ると分かるようにほぼ互角の展開が続いていますね。どちらかが動けばこの均衡も破られると思います。さあこの攻撃がチャンスとなるか、ディフェンスがうまく対応、マルセロ・ブロゾビッチ、アンドレイ・クラマリッチ、このパスは鮮やか、ディフェンスが冷静に対応、カゼミーロ、カウンターも狙えます。グバルディオール、ボールはコバチッチへ、さあここからの展開に注目です。このチャンスを生かせない、相手のポゼッションに変わります。ネイマール、ここでハフィーニャ、ルーカス・パケタ、ここはよくスペースが見えていました。おっとシュートを許しません。これはナイスブロック。フレッジ、ビニシウス・ジュニオールに渡るシュートチャンス、残り時間も少なくなってきましたが、ここでこの試合最初のゴール。ずっと膠着状態が続いていましたが、ついにゴールを奪いましたね。いい時間帯の得点です。これはキーパーはノーチャンスでしたね。あそこでシュートを打たせた時点でゴールを割られるのは必然でした。この時間のゴールですから、これで試合は決まりじゃないでしょうか。そうですね、この時間だと厳しいと思いますよ。これはいい展開です。同点に追いつく最後のチャンス、試合終了まであと5分しかありません。ルカ・モドリッチ、ボールはモドリッチへ、マテオ・コバチッチ、攻撃に移りたい、試合終了。この結果、次のラウンドに進出するチームが決まりました。いや最後まで目が離せない、手に汗握る一戦でしたね。最後はなんとかリードを守りきりました。こういう試合で勝ち切れるチームは強いですよ。次のラウンドも期待しましょう。今後につながる活躍ぶりでしたね。
見事な働きでした。特に勝ち越しゴールは素晴らしかったですよ。本人も満足なんじゃないですか。